そうついた面体、ある立体の頂点と面を入れ替えた立体のことを言う。具体的には、面の重心を新たな頂点とし、辺で接する面の重心同士を辺で結び、頂点で接する面の重心を結ぶ多角形を面とする。ただし、定量的な長さや角度を問題とせず、トポロジーだけを問題とすることもある。三次元における、そうついた方体である。 多面体について述べていることが自明なときは単に、相対という。相対多面体の相対多面体は、元の多面体である。自身と相対関係にある多面体を自己相対多面体という。正六面体と小八面体の相対関係性多面体の相対は、また正多面体になる。その関係は、となる。その他の正多面体でも、と同じように、正多面体になる。 ひし形十二面体半生多面体の相対のことを、アルキメデス相対、または、カタランの立体という。アルキメデス相対は、半生多面体の各面の中心を結んだ立体では、なく、そのアルキメデス相対の面の中心を結ぶともとの、半生多面体になる立体である。また、すべての面が合同で、すべての二面角が同じという性質も持つ。 この打ち切気ただき N 面体の相対は、元の正 N 面体の相対である、正メートル面体の各面の中心を持ち上げた形で、ピ型カタメートル面体という。また、一つでない一様多面体も、相対を作ることができる。その相対は、元の立体の枠の相対の星型である。など、角柱の相対は双角水になる。アルキメデスの昇角柱は、 底面の正多角形の変数が多くなるにつれ、細長くなっていく。半角中の相対は、ねじれ、双角水になる。面の形はタコ形である。アルキメデスの返り図の柱は、底面の正多角形の変数が多くなるにつれ、細長くなっていく。ありがとうございます。